叩く遊び。ご主人様のご命令によりここに参りました。所属期間中バンビナータは指揮官のご指示に従います。指揮官から授かった力、バンビナータは必ず活用します。これもご命令ですか？バンビナータは指揮官の需要に合わせて行動します。これで指揮官のご期待に添えるのですか？これが指揮官の好みですか？バンビナータ、覚えておきます。ご指示をどうぞ。バンビナータは、ご命令に異議ありません。命令を遂行しました。バンビナータはいつになったらご主人様の元に戻れるのですか？なんてお呼びすればいいですか？指揮官でいいのですか？わかりました。バンビナータは長く滞在することないでしょうから、もうしばらく辛抱をお願いします。よく知ってる人？任務を遂行するとき、バンビナータはチームメイトの所属情報を読み込んで、しっかりと確認します。任務以外ですと、ご主人様だけを覚えていられればいいのです。ホワイトスワン招待のことについて。ごめんなさい。バンビナータは絶対にご主人様の情報を指揮官に漏らしてはいけないと命令されているのです。記憶データは呼び起こせなくても大丈夫です。バンビナータはご命令に従うだけですから。
かわいい。これはご主人様がバンビナータのために選んでくださったものです。指揮官の好みに合わせた方がいいですか？ご命令ならば、今すぐ死ぬ必要があるものだとしてもバンビナータは必ずやり遂げます。指揮官はそうあるべきだとは思わないと。でもこれこそがバンビナータの存在価値なのです。戦術討論。指揮官のご命令であればバンビナータは全て従いますので、指揮官の好みでプランを立ててください。指揮官、難しい顔をしていますね。え？本の題名が思い出せない？人間に記憶データモジュールの外付けはできるでしょうか？指揮官、いかがでしょうか？意識界に明確な記憶データはありませんが、バンビナータの機体はこの行動モードにとても慣れています。気に入っていただけたならバンビナータはずっとずっと踊り続けますよ。バンビナータの所有権が指揮官に譲渡されたのですか？ってことは、指揮官がバンビナータの新しいご主人様になったのですね。冗談。手を叩く遊び。指揮官はバンビナータに何をしてほしいですか？こうやって手を指揮官の手の上に乗せるのですか？回避すべきでしたか？でも指揮官はバンビナータを叩くことがお望みではなかったのですか？バンビナータは戦闘任務を遂行する際はもっと自分を大事にしないといけないと指揮官に命令されました。命令の優先順位が、指揮官、そんな真剣な目でバンビナータを見ないでいただけますか？指揮官、今日の任務完了後はこの前みたいにバンビナータの髪を撫でてくださりませんでした。やっぱりバンビナータがご期待に応えられなかったからでしょうか？バンビナータは指揮官とプライベートで勝手に連絡してはいけないのです。バンビナータがちゃんと保管して差し上げます。指揮官、バンビナータの使用権限をしばらく借りたいのですか？プレゼント。バンビナータがいつか忘れてしまうと思うと、これらのことに意味はあるのでしょうか？指揮官、何かバンビナータに遂行してほしいご命令はありますか？指揮？いえ、ご主人様のご命令さえあればバンビナータは遂行します。指揮官のご指示は、これは任務完了のご褒美。ご命令された記憶データが呼び起こせません。バンビナータ、最近指揮官と連絡を取りすぎでしょうか？指揮官関連の記憶データが想定を上回っているのですが、教養のある人形はちゃんと感謝しないといけないとご主人様がおっしゃっていました。こうでしょうか？指揮官さえ良ければバンビナータは
指揮官の気持ちに静かに耳を傾けます。指揮官の秘密と悩み、バンビナータは絶対に他の人には言いません。これが指揮官の気持ちの表し方なのだとしたら、バンビナータも何かして差し上げましょう。何を用意すればいいでしょうか。指揮官は忘れられることが心配なんですか。でしたら無期限のご命令を出してください。ご命令はすべて外付けモジュールに記録されますので、意識データが全部消されたとしてもバンビナータはまた読み込めますから。これらのご褒美、バンビナータは全部大事にしまっているんです。この記憶データがなくても見ればその大切さに気づけますから。ご主人様から授かったものがバンビナータの全てなのです。あ、指揮官、ごめんなさい。なんとなくそう呼んでしまいました。よろしいのですか。指揮官から授かったものならば全てバンビナータの宝物です。ご安心ください。ご命令がなければバンビナータは勝手に動きません。しばらく待機。指揮官、バンビナータはどのように待機していれば。自然体で。ではバンビナータ、ここに立ち続けていてもいいですか。もしバンビナータが指揮官を困らせているのでしたら、好きに処罰していただいていいですから。違うのですか。だってずっと指揮官が真剣な表情でいましたので。指揮官、休憩に行かれては。ここはバンビナータにお任せください。指揮官のご命令ならば誰にも邪魔させません。寝てしまいましたか。指揮官は優しい主ですから、こういう時は指揮官がいつもしてくれるのと同じように。合ってますかね。指揮官はご主人様の思っていた通りの頑張り屋さんですね。空気を読める人形は休憩に入った主の邪魔をしてはいけないとご主人様がおっしゃっていましたから、こういう時バンビナータは休憩室に戻って待機します。指揮官、しばらく一人にしてほしいですか。バンビナータはもっともっと活躍できるはずです。ですから指揮官、お困りの任務を全部バンビナータにお任せください。ご主人様は時々こうやってバンビナータに抱きつくのですが、あれ、指揮官寝ないのですか。ご主人様ならいつもこれで眠りにつくのですが、バンビナータが手順を間違えたからでしょうか。休憩に行けとはバンビナータががっかりさせたりしましたか。命令では指揮官もバンビナータと一緒に休憩という任務を遂行してくださいますか。おはようございます、指揮官。ご指示をお待ちしています。はじめまして、指揮官。指揮官にとってはまた会えましたね。でしょうか。現在保有してる記憶のキャッシュデータによると、指揮官の毎日の仕事開始時間は同じですね。指揮官、昨日はよく眠れましたか。
あ、今の質問、やっぱりおかしかったでしょうか。昨日指揮官がバンビナータにそう聞きましたので、今日は現在保有している記憶データによると、これは指揮官への27回目の挨拶です。でも指揮官はもっとたくさん聞いていますよね。指揮官、バンビナータに外での任務はありませんか？違います。ここにいたくないとかではなく、ただ、バンビナータをもっと使ってほしいと言いますか。指揮官、今日はいつもより遅かったのですね。臨時任務？バンビナータが役立てなくてごめんなさい。出会った記念日。バンビナータの記憶データによると、指揮官に初めて会ったのは今日ではないはず。ですが、現在保有してる記憶データによると、指揮官もご主人様のような存在だと思う。ご主人様、バンビナータが日付を間違えたことを、お怒りですか？バンビナータをここに残したのは、バンビナータがもう用済みだからですか？お？バンビナータに一曲踊ってほしいのですか？あ、記憶データが消えてしまいます。指揮官、こんなことをするのはご主人様は望んでいないはずです。バンビナータへの罰ですか？髪の結び目が緩くなってしまいます。レイブン隊の皆さんもこういう訓練を経験しているのですか？もしかしてこれがレイブン隊の秘密だったりするのですか？今日はここまでですか？バンビナータはもう必要とされてないのですか？人形のように踊りましょう。人形は指示通りに動かなければなりません。すべての邪魔者を片付けます。ここを通ってはいけません。あなたたちの存在はご主人様にとって邪魔なのです。大丈夫です。痛みは耐えるべきものですから。ご命令はまだ遂行していませんのでダメです。ご期待に応えられなくても、バンビナータの存在価値がありません。協力するようにとご主人様に命令されました。はい、ご主人様。バンビナータ、ご期待に答えられましたか？かわいい。これはご主人様がバンビナータのために選んでくださったものです。指揮官の好みに合わせた方がいいですか？いかがでしょうか。意識界に明確な記憶データはありませんが、バンビナータの機体はこの行動モードにとても慣れています。気に入っていただけたなら、バンビナータはずっとずっとお
語り続けますよ。手を叩く遊び？指揮官はバンビナータに何をしてほしいですか？こうやって手を指揮官の手の上に乗せるのですか？回避すべきでしたか？でも指揮官はバンビナータを叩くことがお望みではなかったのですか？教養のある人形はちゃんと感謝しないといけないとご主人様がおっしゃっていました。こうでしょうか？バンビナータへの罰ですか？指揮官、バンビナータに外での任務はありませんか？違います。ここにいたくないとかではなく、ただバンビナータをもっと使ってほしいと言いますか。ご主人様は時々こうやってバンビナータに抱きつくのですが、あれ、指揮官寝ないのですか？ご主人様ならいつもこれで眠りにつくのですが、バンビナータが手順を間違えたからでしょうか？寝てしまいましたか？指揮官は優しい主ですから、こういう時は指揮官がいつもしてくれるのと同じように、合ってますかね？バンビナータに一曲踊ってほしいのですか？バンビナータをここに残したのは、バンビナータはもう用済みだからですか？遵循主人的命令前来。调度期间，邦比纳塔会服从指挥官的一切指令。您赐予的力量，邦比纳塔会让他们换回更大的价值。这也是命令的一部分吗？邦比纳塔会承载您的需要，这样就能符合您的期望了吗？这是您的喜好吗？邦比纳塔记住了，请指示。邦比纳塔对命令没有异议。命令执行完毕，请问邦比纳塔什么时候可以回到主人身边去？你有偏好的称呼吗？指挥官就好。明白了，邦比纳塔不会待太久的，请暂且忍耐一会儿。熟识的人，执行任务的时候，邦比纳塔会读取并仔细确认队友的隶属信息。任务之外，邦比纳塔只要记住主人就可以了。关于蜻蜓白鲁小队的事情，抱歉，邦比纳塔收到的命令是，绝不可以向指挥官透露主人的信息。无法唤起回忆数据也没有关系，命令会让邦比纳塔知道应该做什么。
爱吗？是主人为邦比娜塔选择的，需要更换为指挥官您的偏好吗？如果是命令的话，即使施利克赴死，邦比娜塔也会做到。指挥官认为不应该这样吗？可，这就是邦比娜塔的价值。战术讨论，邦比娜塔会执行指挥官的任何指令，您只要依照自己的喜好制定计划就好。指挥官好像很苦恼的样子，想不起来一本书的名字，不知道人类可不可以申请加装记忆数据外设模块。指挥官喜欢吗？虽然意识海中没有明确的记忆数据，但邦比娜塔的机体对这种行为模式非常熟悉。如果您喜欢的话，邦比娜塔可以一直跳下去。邦比娜塔的所有权已经都让给指挥官了。那指挥官现在就是邦比娜塔的新主人了。啊，玩笑。打手游戏。指挥官希望邦比娜塔怎么做呢？把手像这样放在您的手掌上面。邦比娜塔应该尝试躲避。但您的期望不是邦比娜塔被打到吗？收到命令。指挥官要求邦比娜塔在执行战斗任务的过程中更加爱护自己。命令优先级提高。指挥官可以不要再用这么严肃的眼神看着邦比娜塔了吗？指挥官，今天邦比娜塔完成任务之后，您都没有像上次那样抚摸邦比娜塔的头发。果然，这次邦比娜塔没有达到您的期望吗？邦比娜塔不应该擅自与您私下来往，邦比娜塔会为您好好保管他的。指挥官是想暂时借用邦比娜塔的调用权限吗？礼物？一想到邦比娜塔有一天可能会遗忘，这一切还值得吗？指挥官是有什么命令需要让邦比娜塔去执行吗？喜欢？不，只要主人命令，邦比娜塔就会去做。如果是指挥官的吩咐，这是完成任务的奖励。无法唤起您下达命令时的记忆数据。邦比娜塔最近和您来往太频繁了吗？与您相关的记忆数据量超出了预期。主人说，有教养的人偶应该在这种时候认真表达感谢。是这样吗？指挥官需要的话，邦比娜塔会安静地倾听您的心情。您的秘密和愁绪，邦比娜塔一定不会透露给别人。如果这是指挥官表达心情的方式，那邦比娜塔也应该为您准备些什么。
准备什么才对呢？指挥官会担心被遗忘吗？那请您下达一个无期限的指令吧。一切命令都会写入外设模块中，即使被清空了意识数据，邦比纳塔也能从中再次读取。这些奖励邦比纳塔都收藏了起来，即使没有这段回忆数据，也能在看见他们的时候意识到他们的珍贵。主人赐予的就是邦比纳塔的一切。啊，指挥官，非常抱歉，自然而然的就这么称呼您了。没关系吗？只要是您给予的，都是邦比纳塔的宝物。请放心，没有命令，邦比纳塔不会擅自移动。暂时待命。指挥官，您偏好邦比纳塔以什么方式待命呢？随意一些。那邦比纳塔继续站在这里可以吗？如果邦比纳塔有哪里让指挥官苦恼的话，请您随意处罚。不是吗？还以为，毕竟指挥官已经保持这个凝重的表情很久了。指挥官如果想要去休息一会儿的话，邦比纳塔会照看好这里的。没有您的命令，谁也不会打扰到你。睡着了吗？您是温柔的主人，这种时候用您常用的方式来对待，应该没有弄错吧。指挥官和主人预料的一样拼命呢。主人说过，识趣的人偶不可以打扰主人休息。这种时候，邦比纳塔就会回到休整室待命。指挥官现在想要邦比纳塔暂时离开一会儿吗？邦比纳塔还能发挥更大的作用。所以，请指挥官把困扰您的任务都分配给邦比纳塔吧。主人有的时候会这样抱住邦比纳塔。指挥官不会睡着吗？主人经常会这样进入小憩，是邦比纳塔哪里没做对吗？让邦比纳塔去休息，是哪里让您失望了吗？命令，那指挥官可以和邦比纳塔一起执行休息的任务吗？早上好，指挥官，等待您的指令。您好，指挥官。不，对您来说应该是又见面了。在现有的记忆缓存数据中，指挥官每天开始工作的时间点都很一致呢。指挥官，您昨天休息的好吗？啊，邦比纳塔这么问果然有些奇怪吗？是因为昨天指挥官询问了邦比纳塔休眠的如何，所以今天才。在现有的记忆数据中，这是第27次向您问好，但指挥官已经听过很多次了吧？指挥官有需要邦比纳塔外出的任务吗？啊，不是的，并不是不想待在这里，只是
新指挥官更多的使用邦比纳塔。今天指挥官来的比平时晚呢，临时任务。邦比纳塔没能发挥作用，抱歉。相识的纪念日，邦比纳塔的记忆数据中，第一次和您见面并不是今天，但现有的记忆数据告诉邦比纳塔，指挥官也是如同主人一样的存在。主人，你会因为邦比纳塔弄错了日期而生气吗？您把邦比纳塔遗留在这里，是因为邦比纳塔没用了吗？是要邦比纳塔为您跳一支舞吗？记忆数据会丢失的，指挥官，主人应该不希望你有这样的行为。这是对邦比纳塔的惩罚吗？辫子又松掉了。灰鸦小队的各位也需要经历这种训练吗？难道这就是灰鸦小队的秘密？今天就到此为止，邦比纳塔不被需要了吗？像人偶一样起舞吧。人偶必须听话，扫除一切障碍，不可以越过这里。你们的存在违逆了主人。没关系，痛苦是必须承受的。命令还没达成，还不可以。没能回应您的期待，邦比纳塔毫无价值。主人命令邦比纳塔进行协助。是，主人。邦比纳塔刚刚的表现能让您满意吗？可爱吗？是主人为邦比纳塔选择的，需要更换为指挥官您的偏好吗？指挥官喜欢吗？虽然意识海中没有明确的记忆数据，但邦比纳塔的机体对这种行为模式非常熟悉。如果您喜欢的话，邦比纳塔可以一直跳下去。打手游戏。指挥官希望邦比纳塔怎么做呢？把手像这样放在您的手掌上面。邦比纳塔应该尝试躲避。但您的期望不是邦比纳塔被打到吗？主人说有教养的人偶应该在这种时候认真表达感谢，是这样吗？
放比纳塔的惩罚吗？指挥官，有需要帮比纳塔外出的任务吗？啊，不是的，并不是不想待在这里，只是请指挥官更多的使用邦比纳塔。嗯，主人有的时候会这样抱住邦比纳塔。嗯，哎，指挥官不会睡着吗？主人经常会这样进入小憩，是邦比纳塔哪里没做对吗？睡着了吗？您是温柔的主人，这种时候用您常用的方式来对待，应该没有弄错吧？邦比纳塔为您跳一支舞吗？您把邦比纳塔遗留在这里，是因为邦比纳塔没用了吗？